こんにちは、獣医師の内村です。今回の動画は、ワンちゃんのですね、骨折した場合ですね、ワンちゃんが骨折した場合の応急処置方法ですね、について説明していきます。まずそもそも骨折って、レントゲン取ったりとかしないと見れないもんなん で応急処置って話なんで、まだ動物病院に行ってないって前提ですから、骨折したかどうか見極めた方がいいですよね。でだからまず見極め方、骨折してるかどうかの見極め方を簡単に解説してから、見極めるってもやっぱり最終診断はレントゲンになりますけどね。ただ応急処置をした方がいいかなどうかなっていう時の見極めっていう意味ですね。でそれがね、見極めて骨折してる可能性あるなってなったら、自宅でね、応急処置をとりあえずして、それでできるだけ早く動物病院に、応急処置なんで完全な治療じゃないので、動物病院にいて、骨折しているかどうかを確定診断してから、手術なり何なり治療していくってことになってきますね。で、見極め方なんですけども、まずその骨折した部分ね、注意点としては触ろうとすると、泣くだけじゃなくて怒ってきて噛みつかれてしまって、あなたの指が噛みちぎられてしまう可能性もあります。結構小型犬でも本当噛む力は結構強い、本気の時は強いので、本当それで指がなくなった獣医さんもね、何人か知ってますんで、それぐらい危険なことなんですね。なので、噛みつかれないように注意していくってことが必要になってくるんで、触って骨折したかどうか見極めるのはちょっとやめた方がいいと思いますね。それでじゃあどうするかっていうと、一番大事なのはね、もし足骨折してたら、骨折した足つけなくなるんですよね、床に。それが例えば5分とか10分じゃなくて、1日経っても2日経ってもつかないですね。どれぐらいの時間、何時間経っても1日2日じゃつかないので、骨折した場合は。なので例えば足つかないってケースは結構あるんですよね。ちょっと上から落としちゃったとかでつかないことあるんですけど、5分ぐらいで足つくようだったら基本的に骨折している可能性は低いんですけど、もっと長い時間経ってもね、足つかないので、骨折だったら、その辺で見極めれるかなと思います。もちろん室外骨脱臼とか他の病気でも長時間足つかないことはあるんですけど、ただその前提として何か例えば落ちたとか、多分そんなことがあってから足上げてるんだと思うんで、室外骨脱臼みたいになんか知らぬ間に足上げるってわけじゃないので、そういういろんな状況とかそういうのを含めて考えて骨折しているかどうかを判断していくってことになりますね。で重要なポイントはですね、骨折している場合のですね、とにかく噛みつかれないことが大事ですね。本当にとにかく噛みちぎられる、指を噛みちぎられる可能性があるので、とにかくなんていうかな、顔に指、あなたの手をとかね、近づけないことも大事ですし、とにかく噛みつかれないようにね、できるだけ早く動物病院に連れて行ってくださいと。これ僕が出てるんですけども、やり方としてはですね、応急処置の、特に足の骨折が多いので、他にも交通事故とかね、車にひかれたとかだったら骨盤骨折とか背骨をね折るとかで、ね、ありますけど、基本的に普通はワンちゃんって足の骨折が多いですね。手足の前足とか後ろ足の骨折が多いので、今回前足を例にね、していくんですけど、まず口輪をねつけた方がいいです。口輪、別の動画でね、耳のね出血した時なんかの応急処置なんかでも解説してるんですけど、基本応急処置みたいな、なんか怪我した系統の応急処置だと、ワンちゃんは基本的に元気なことが多いので、めちゃくちゃ痛くて興奮状態で我を忘れてるので、噛みつかれる可能性があるんですね。なので、普段からお家にとか、お散歩とか行く時なんかでも口輪があったらいいですね。よりベストですね。こんなことって本当地震と一緒でね、いつ起こるか分からないことなんで、常に置いとくのも難しいかもしれないんですけど、あったら便利ですね。こういう時に噛みつかれないで済むので、で口輪をつける練習しとくとかね、しといたら普段備えるっていう意味で、地震のためのね、備えと一緒で口輪あるといいですね。であとはまず大事なこととしては、タオルでね、こう画像のようにね、こうタオルでこことここにあるんです。ここもちょっと見えづらいんですけど、あるんですけど、
下のとこ、お腹のところと、まあ、背中のところに、まあ、タオル置いてるんですね。それで、まあ、あの足元の方のここに僕のつけてる足元の方のはこう下に敷いとくだけかな感じですけど、上の方のでこう上の方のでね、ここでこう体を巻いてるんですね。優しく巻いてください。体全体でこう体幹をね固定するって、こうこんな感じでこう固定してるんです、僕の手でね。あの痛いんで足がね、こうやってちょっと優しく巻いて、でもかといってこう動かれてしまうと困るんで、こう動けないように、ワンちゃんはこう動けないようにはこう押さえてる、固定押さえてるんですね。で、大事なことはですね、その骨折してる可能性、今回ここを骨折してる前提で話してるんですけど、動かないように、なるべく動かないようにするのが、折れてますんでめちゃくちゃ痛いんで、動かさないようにちょっとこう優しくこう、またここにタオルが床に、あのお腹のところに巻いていたあのタオルがあるんですけど、そことかでも、あるいはまあ別のタオルを、ここではまあ別のタオルを用意してるんですけど、別のタオル用意してこう巻いてるんですね。ここ、こうやって巻いてあげる。だからタオルがやっぱ3枚ぐらいいるかなって感じですね。このタオルと、この巻いてるタオルと、まあ床に、あのお腹に、僕の足のところに置いてるタオルとあるので、3枚ぐらいあったらいいですね。とにかく動ける状態だと痛いし、ワンちゃんもパニックになるんで、やっぱり安静に動かさないってことが大事なので、こうやって体をこうやって固定して押さえながらも、ここの骨折した部位はちゃんとこうタオルで巻いて動かないようにしてるっていう。であとはその骨折は基本的にほっといたらよくなく、変に骨がくっついたり、あと骨が何て言うかな、壊死腐ってきたりとか して断脚になったりとかね、足を切らなきゃいけなくなったりするかもしれないんで、そうならないためにもすぐ動物病院で治療を受けなきゃいけないんで、今度は振動がね骨折部位に伝わらないようにしながら車乗ったりとかして移動してください。であとはまあ最悪のケースですけど、まあ、開放骨折っていって、こう骨が皮膚から飛び出してるような、そういったケースだったら、やっぱりその骨がね、あの土なんかにねこう当たったりとかするとばい菌だらけになってくるんで、まずその水道水が入ったスプレーなんかでね、優しくこう吹きかけてからね、こう汚れを落として、で、傷口をね守るために、まあ、タオル、こう、まあ、さっきと一緒ですね、こうやってクッションにしておいて、それで動物病に振動をね加えないようにする。まあだからさっきのやり方にプラスその、スプレーなんかでこう傷口をね優しくこう吹きかけて汚れを落とすと、痛くないように、もう痛そうだったらもう仕方ないんで、とにかく早くこういう状態にしといて動物病院に行くってことですね。こうやって固定しといてね。まあ以上ですね。とにかく動物病院に行くことが大事ですけど、それまでのやっぱり応急処置としてのやり方をね解説しました。この動画参考になったよって方はね、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは失礼します。